お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュラリーやっていくんですけど、今日はですね、こちらトリプルエリクサー大会が来てますので、トリプルエリクサーおすすめデッキ紹介していきたいと思います。グローバル大会ですね。はい、グロ大が今回トリプルエリクサーモードというわけで、前にもねあったんですけど、ちょっとね環境が変わってますので、今の環境でまあ何が強いのかっていうのでやっていきたいと思います。で、今回ですね、おすすめデッキ、一応3つね、準備しました。はい、というわけでね、早速紹介していきます。1つ目、こちらのね、ラバーライトニングファイボでございます。これね、もう言っちゃえば今一番流行ってますね。なので、まあ多分後々になってくると、これの対策デッキだったり、これに強いデッキっていうのがまあ結構増えてくると思うので、まあそこはちょっとわかんないですけど、スタートダッシュはもうこれがね、一番流行ってます。はい。というわけでね、早速このデッキでやっていきたいと思います。で、マジで、エリクサー3倍なので、本当にね、エリクサー漏れだけはしないように、どんどんもうね、基本的に7、8ぐらいでユニットは出した方がいいですね。じゃないと損しちゃうんでね。さあ、ラバーがない。さあ、ラバー待って待って、来たかもしれない。マジでね、流行りすまくってます。流行りすぎです。多すぎ。マジで多いです。えぐいっす。で、僕もね、この影響ね、絶対強いじゃんと思って使ったんですけど、負けました。というのも、同じデッキ対決で負けました。そう、このデッキ流行りすぎてて、マジでこのデッキしかいないんですよ。っていうぐらいいて、そう、あ、待って、やっちゃった。このデッキ対決で、まあ負けちゃったっていうのはね、まああったんですけど、まあだからね、その後、矢の飴とか入れて、ファイボー、ん?矢の飴ファイボライトの3スペとかにしたりしました。僕はね、ホバをね、矢の飴にして、バルキリーをダクプリにして、なんとかね、20勝2敗は、別のアカウントでね、行ったりしたので、強いのは間違いないですね。さあ、で、基本的にはインドラにライトニングで、まあ、ホバにはファイボだよねっていう。さあ、もうこれだけでね、いいです。はい、気づけば、いや、勝てますよ。で、ホバとかね、こう、なんかスペルで一応巻き込まれないように、ユニットちょっと離し目でやるとね、いいですね。まあ、ライトニングだとね、やっぱ当たっちゃいますけど。さあ、もうこんなんね、多分折れると思うので、左サイド組んであげて。これ逆サイ端前ラバ組んかな。で、このね、トリプルエリクサー、結構コツがあって、ライトニングを、ほぼ角、ん?なんか、言葉が変になったんですけど、ほぼ角で使ったわけです。まあ、重力を使う上でならなんですけど、というのも、ライトニング防衛だったり、攻めのこのライトニングばっか強いです。ほんで、ライトニングを打つだけで、てか、打つ回数を増やした方がいいです。普段、ライトニングあんま使わない人も、めちゃくちゃこう、打った方がいいです。やっぱユニットが多いから、ライトニングを打つだけで、ユニット対決を制せれるっていうのかな?勝てるので、自分のユニットが残るんですよね。だから、まあ、攻めでもですし、防衛でも、やっぱラバの後衛に、なんかユニット空2枚とか来た時とかにも、ライトニングこう速攻打ったりだとか、ライトニングをね、どれだけいいタイミングで打てるかとか、なんかそういったところで勝敗がね、決まるぐらい、めちゃくちゃね、大事です、ライトニングね。なので、なんかこう自分の使ってるペッカとかのね、スペルをファイボからライトニングに変えるとかもめちゃくちゃいいと思いますしね。マジでトリプルエレクサーのコツはライトニングだとね、思っていいと思います。まあ高回転のデッキだったら、まあ普通にファイヤーボールのね、高回転こうインフェルノタワー入れたりとか大型に勝てるようにとかでもね、いいと思うんですけど、間違いなくこの重量級対決においてというか、トリプルエレクサーモードでおすすめなのは圧倒的にライトですね。さあ相手回転早いね。これ止まるかわかんないんですけど、まあ止めたいよねっていう。止まるのいいな、止まるといいなっていう感覚でね、いきます。さあ、相手にもファイボ使いましたねと。まあ言うてファイボ使ったところで2周目とかすぐ回っちゃうんですよね。さあ、これ、生きったっすね、これ。絶対ドラゴン前行くよね、こういうの。いや、相手のファイボうまいね。で、これ、コウモリとかもいたっけな。さあ、相手回転早いっすよね。何のデッキなんだろう。ああ、ライトニングで打ちたいね。さあ、マースキン、ライトニング打って、相手のボイブうまいですが、結局ね、止まんないんですよね。やっぱ高回転、嫌ですけど、なんかもうね、数で押せるよねって。もう高回転側、だって超大変っすか。だって普段高回転デッキでも、これ超高回転モードみたいな。いつもの何十倍ぐらい、まあ、エリがね、多いわけですから。まあ、3倍ね。そうそう、前手からしたら大変。で、マスケとかもし来てもね、今ライトニング打てばいいだけですから。もう絶対きついよねって。ライトニング構えてあげてね。あ、これ逆のタワーと打てばよかったな。左のタワー落ちちゃったんで。で、まあ、報酬、まあ、12勝までは一応報酬がもらえるんかな。宝箱、エメラルドで開けるなら15勝まで、報酬がもらえますので、ぜひちょっとそこを目指してね、まあ、やっていただきたい。で、本当に上位を目指す。もう俺はね、磨きて、
トロフィー磨くスタンプが欲しいだとか、まあなんかバッジが欲しいって方は、この序盤のサンクラを折るっていうのもマジで大事ですので、サンクラちょっと意識して戦うのもね、ほんとクラウン数で、同じ勝利数でも順位が10、20とか全然変わってくるとかありますんで、よいしょ。で、なんか受けれなかったらもうね、無理に受けなくていいっすよ、これ。受けたところでみたいになりますから、よいしょ。で、まあ、キングがおられるのは良くないんで受けますね。キングがおられないなら別にね、受けなくてもいいかなと思ったんですけど。で、相手の遠距離には、もう積極的にね、ライトニングって、マスケに別に5打ったところで、マスケ一生生きるんでね。よいしょ。ヤナメね、ちょっと欲しくなるときありますよね。ロケット星がね、いたりだとか、なんかこう、5プラスのヤナメで処理だとかもあるので、あ、そこはちょっと好みになってくるのかもしれないですけど、ちなみに僕はこれの言ったっけな、言ったかどうかも覚えてないんですけど、あ、ライトニングで終わりますね。さあナイス。ホバリングをヤナメにして、なんならね、バルキリーをダークプリにしました。というのもライトニングがほぼ角で流行ってるので飛来心できるんですよね。ユニットにインドラとベビドラのところに、あ、ライトニング打たれるなって思ったら、そこにダークプリンス出すとドラゴンがやっぱりね、残るので、ベビドラがね。そういうのもちょっと強いよねっていうね。ダークプリンしたりとか、まあいろいろマイナーチェンジは効くね、ラバーデッキでございます。ぜひね。はい、こちらもう流行りまくですよ。この上位のデッキ見たら、このデッキとりあえずいます。ね、ほいうい当てました。すごくない？とか、まあ適当に行くとね。まあ小屋とかもいるんですけど、おー、すごいね、本当に。なんかラバーもね、やっぱ結構いますので。おお、ほら、やばくない？今こう、適当に見ただけで、すごいいるぐらいね、超強いです。まあ一番おすすめかな、これが。はい、というわけで、続いてね、二つ目。これもね、めっちゃ強いです。エレジャーって来ましたね。まあエレジャーもね、まあ、強いねっていう。まあ単純に、ラバーがね、これいますから、このラバーにも戦える。しかもね、まあ、ちょっと中身がすごい。ね、まあ、ファイボーとかもやっぱよくいるので、マザーネクロさよならですね。で、ラバーで戦いたいに、テスラ。だからまあ、対空気持ち少ないけど、防衛ライトであったり、まあ、エレジェイでね、ラバーパピーとか全部処理するイメージですね。で、なんかこれはね、もうやっぱトリプルエリクサーだからこその、ちょっと重ためのね、もうユニットスペルでは絶対、てかほぼやられない、ユニットぶっぱデッキというわけで、まあ、これもめっちゃ強いです。一旦やっていきたいと思います。よろしく。どうしようかな、これ。しょっぱなテスラ立ててもいい気するんだけど、ラバー来られたら嫌なんで、もうエレジアイでね、ゴリゴリ組んでいきます。多分、ここ形組めばね、止まんないと思うんですよ。さあ、ラーム来た。これはテスラでね。わあ、ペッカか。いや、ペッカ嫌じゃないですか。嫌ですけど、この後ろがね、後ろ舞台化け物なんで。インドラね、ランバーのレイジとかもあってね。まあ、これ多分、ボーラーで石ころ組んでもいいけどね。石ころくんしつつ、あとは攻めトルネードでね、あ、全部こう巻き込んであげると、もうね、よいしょ。いや、ボーラーの石で、マズヤチやってほしいな。この、わかります？なんて言うんだろうな。エレジャイ関係なしに、他が強すぎて。ムート、ランバー、インドラ、ボーラーあたりが強すぎてね、そこで勝てちゃうっていう。これあれかな、絶対ダクピリの、ちょっと入るやつやんけ、突進。入らないでほしいなっていう。で、相手、エレキ、多分あると思うんだけど、さあもうこれはね、もう吸って。で、エレキをね、出したいよね、のムート。さあ、エレジェは通んないが、このムートとかが入りそう。あと、なんならこの2周目エレジェ。これ止まんないでしょ。これ止まられたらちょっとおかしいけどな、訴えたいぐらい。さあ、いや、これ、壊れたムートとかもね、ランバーとかもね、なんかすんごい外回りしてるけど、ユニット追加してあげて。えぐくないですか？俺だってこれ出してるだけですよ、ぶっちぎり。なんか、ランバー、ムート、ボーラー。ムートとボーラーがこの一つのデッキに入ることなんてありえない。いや、レイジ強っこう見ると、さっきのラバーよりも強いんじゃねえかってなるけど、流行ってるのはラバーですね。まあ、ラバーがめっちゃ流行って、その後遅れて今このエレジャイが、まあ、ほぼまだ流行ってない段階なので、まあ、わかんない。めちゃくちゃこの動画が上がってる時には超流行ってるかもしれないんですけど、まあこれもね、エグ強いですね。もう今6勝全部クラウンなんで、3クラなんで、ちょっとほんと上位も狙っていきたいよね。もうケツエレシャイ、でもケツペッカー合わされたりだとか、いろいろやられると嫌なんでね。まあやるんですけどね。で、ボーラーはね、やっぱドリル、ゴブドリも一応います。超高回転ゴブドリとか。
いや、その辺にも強いよねっていう。さあ、もう形組んで、インド、あ、これラバですね。先ほど僕がね、さあ、言ったラバデッキでございます。これもエリジャイね、全部やってくれるっすよ。僕のエリジャイがインドラとかね。で、これもう2周目とか言っちゃってね。さあ、で、もう2周目だからね、このビリビリで相手のインドラ焼いていくよねっていう。あれ、ライトニング打ってもいいよなーとか思いながらね、打っちゃって、ライトとエレジャイのこの一発で相手のインドラやっつけられるんですよね。さあ、もうこれだけでね、大ダメージ。テスラはね、おぉ、いらねえな。これ、えぐいっすよね。マジでチンパンだな。いや、バカ強い。これ、やばいよね。なんか、この爽快感というか、あ、これで勝てちゃうんだ、みたいな。でもライトニングだけど、まあライトニングだからなのかわかんないけど、まあいいとこぶっぱしてあげてね。ぶっぱしてあげて、エレジャイだからな、気づいたら2周目インドラ、8枚エレジャイ。あ、でも相手のあの、インドラやっぱ残るの嫌ですよね。テスラでちょっとおしゃれにやっちゃうかな。さあ、テスラでおしゃれにやりつつ、もうね、ぶっぱしたい。ぶっぱしたい欲しかないんだよね、俺。残り物のね、あのバル、インドラがね、インドラなんて言うんだ、そう、インドラがバルーンやってくれてますね。攻めとるね。やば。お、自分で今引いたわ、ちょっと。強すぎて。えぐいわ、これ。ああ。やばいよな、今。なかなか見せられないような絵になってた気がする。というわけで、続いてね、第3位ですね。これはまあ、強いかつ、ちょっと楽しいがね、含まれてるので、まあ、遊び方でやりたい人とかね、すごいおすすめかなと思います。こちら。まあ、ゴブドリでございます。で、しかも、プリンと吹き矢が入ってる、枯渇要素超多めのゴブドリですね。というのも、先ほどのラバのように、まあ、5プラスライトとか、まあ、ライトが確定で入ってくるんですよ。で、5も入れたいという編成がちょっと多いので、結構ね、この吹き矢とかプリンがね、生きてくるデッキが多いですね。まあ、多いとこまでいかないんですけど、そこそこに、てか、まあ、このデッキか、それが。はい、という感じで、まあ、ドリル飛ばして、あの、後ろからプリン吹き矢、まあ、ファイスピウッド、もう一回ドリル飛ばして、プリン吹き矢みたいなことを繰り返してると、僕の盤面にもうプリンと吹き矢が3体ずつぐらいね、溜まります。まあ、それがちょっと楽しいので、ちょっとやっていきたいと思います。さあ、よろしく。YT って書いてる。YouTuber 対決だ。まあ、まずドリル飛ばすじゃないですか。相手も一緒だな、これ。もしかして。マジか。そんなことある？珍しいっすよ。これ、バルキーなかったんで、ファイスピやってあげて、これ、ミラー対決はね、さすがに勝たんといけんな。うん。ミラーだ、ちょっとやだよね。ああ、ウッドをもう一個真ん中にすればよかった。さあ、ドリル飛ばす。まあ、これの繰り返しですよね。ミラーはちょっと困るな。やばい、ファイスピー行かれる。ファイスピー行かれるってやばい。行かへんへん。やばいやばい。待って、マジ、ミラーだけはね、本当にそんな得意じゃない。ミラーだけはマジで得意じゃないからな。やだな。さあ、まあ、テスラとか置いちゃってね。プリンがやっぱ一生溜まっていくよねって。バルキで受けてあげて、攻めからそんな打った方がいいのこれも。よいしょ。で、一応この左さえ、バルキリープラスユニットの攻めもちょっとしていきたいよねって。いや、ちょっと負けそうだな。ミラー対決はちょっと話が違えな。回転力めっちゃ大事になってきますね、これ。バルキで受ける。よいしょ。あと、8枚プリンか。で、このバルキーネファイブ打つとね、このノックバックするので、この間にゴブリンがね、チンパンしてくれるっていうのもよくあります。俺なんかダメージ受けてる。これよくねえな。なんでやって。このドリルを受けなきゃ。ドリルを受けなきゃ。さあ、痛い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 。いや、ワンチャンが出るんじゃない？ふふ。いや、えぐい試合だ。えぐい試合が生まれるマジで。ほんとに。えぐいっすよね。カオスすぎん。バルキーで、ね、ちょっと遅れながらの。これやばいな、これ。どんな試合よ。しかも、このデッキでミラーになるって結構レアっていうね。で、やや回転がちょっと追いつけねえな。ウッドも使ってあげつつね。で、ちょっと毎回裏にやっていくかな。ちょっと変えていきたいね。さあ、バルキーちょっと使ってしまう。フキアとファイスピウッドで耐えたいな。ファイスピウッドで耐えるのいいね。これさ、俺耐えれねえかな？ 40 秒って耐えれるもんなの？クラロワで40秒ってどんな感覚？うん。ね。これ耐えれたら熱いよね、でも。いや、無理だな。やったな、俺。耐えれんかった。となると、ちょっとやばくなってきたな。
いや、ここでもう攻めよう。しっかり攻めよう。で、いろいろ行って、吹き矢が。いや、吹き矢、エッチじゃない？ちょっと。エッチめの吹き矢で。そう、ゴブドリー。もうやっぱ攻めるのはね、やめたらダメだよね。人間。さあ、まあ、防衛してあげて。あとね、端前の吹き矢とかでね、攻めていきたい。さあ、ドリル飛ばす。ここまではみんな一緒。やばい。痛い。ファイブ。うっ。うっしゃ、危ねえ。いやー、これ、ミラーなるとは思わんすよね。あ、これでね、こう、もっと大型とかね、ラバとかに勝つと、それがやっぱ楽しいんですよ。ユニットめっちゃ溜まるから。これ、高回転対決だったからね、全然溜まんなかったね。いや、ちょっともう使いたくねえな、これ。負けそうだったわ。で、まあ、別パターンを一応紹介しますと、同じ高回転だけど、この、めっちゃ環境で流行ってる高回転の、まあ、ロケット砲バージョンですね。やっぱ対空、大型が多いので、ロケ砲ができるよねっていうので、まあ、こういったね、バージョンもあります。というわけで、一旦こっちも使ってみましょうかね。さあ、やっていきましょう。プニン吹きはもっと盤面に残させたいね。こっちの方がさらに高回転なので、まあ、より大変ではあるんですけど、まあ、テスラ立ててドリル飛ばしまくるみたいな、そんな感じ。あとはロケット押しを出しまくる。そんな感じですね。ロケ砲出して、モスケとかで回して、これで僕もロケ砲回るので、ロケ砲じゃない、ドリル回るので、まあ、これの繰り返ししていく。で、このロケ砲がやられるぐらいか、まあ、一緒にね、巻き込まれないような位置にロケット押しを出していきたいね。こう逆サイドですね、こういった場合は。で、まあ、これダークネクロちょっとね、処理してあげて、で、ファイスピとかもね、おい、テストラ、おい、気づけばね、倒れる。で、余裕があると、もっとこう、ドリルをね、飛ばしたりだとか、できると思うんですけど、僕は余裕がないんで今そんなことできないんですよ。すんごい。これでも釣れるんじゃない？いや、うまくね？俺のドリル。ドリルがうまいのか、ドリルが強いのかっていう。で、もうこれでね。いや、防衛って型で、まあこのデッキの弱点というか、一つ欠点はね、キング折れない。いや、折れる。もう気合で折りに行こう。折れないじゃないですか。折る気がないんですよね。キングはやっぱ折りに行こうと思えば折りに行けるんで。で、キング折りに行こうとすると、逆に守れなくなって詰むみたいなね。こともあるんで気をつけてください。本当によくあるからな俺そういうの。さあ、でファイスピー、いや、あと1分40秒あるからな。なんか思った以上にね、試合長く感じますよこれ。なんで俺こんなとこにあれウッド打ってんだ。左じゃない、右じゃなくて左を削りたいんですよ僕。だいたいロケット押し、これ一生無理なやつだな。これロケを5体ぐらい貯めます。もしかして貯めましょうか。ああ、やめます。いや、貯まるんかい。そこなんでやねん。さあ、ドリル。お、ドリルがここの状態で2個並ぶことある。お、やばいよね。さあ、っていうね。まあ、超高回転だからこその、まあ、こっちの方がシンプルかもしれないけど、どうなんだろうね。普段からプリンとか吹き矢使ってる人は、さっきのね、デッキの方が好きとかもあるかもしれません。というわけで、トリプルエリクサーのデッキ、まあ、参考になればね、よかったかなと思います。まあ、ラバーと、エレジャイかな。まあ、エレジャイ、なんか、使ったらめっちゃ強かったですね。あ、僕の想像をはるかに超えてましたね。と、まあ、ちょっと楽しめなね。まあ、これも結構強い。枯渇ちゃん、枯渇ドリル。はい、ぜひ皆さん使ってみてください。なんかサクッとね、トリプルエリクサーなので、結構時間短めでね、できますので、はい、報酬もあるので、ぜひ挑戦してみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。